霞屋。霞屋。霞屋。まあ、ぶっちゃけいろんなとこに使えるやん。えのきは便利だよ。うん。一応これカツオステーキするつもりじゃん。うん。だからちょっと。あれね、あの半額で賞味期限も怪しいやつね。そう、賞味期限も怪しいやつ。左手の方めっちゃ怖いね。こっち？うん。指が怖いんだ。刻みニンニクと生ニンニク両方使います。こんなポン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 入れて、あ、いい匂いする。すごい、すごい。いいじゃん。やばい、長芋に見えるわ。エリンギも入れちゃって、エリンギも入れちゃって、ほー、すごいやつだな。絶対うまいじゃん。ホームビデオ撮りやめろ。こんな夕飯を作ってくれるなんて背中が広いな。重いな。うん、重いな。お箱屋の家で醤油とめんつゆは同じなので、あ、味道楽。味道楽ね。うん、万能つゆ使っちゃってるから。あ、ありちゃう。うまいで。あり。うん。味付けめっちゃさ、酒飲みぐらいつけるやん。加工する、バーンって。ちょっと見たことある？ない。ないや。粉なんだね。うん。あれだね。多分横をギュッて潰せば出てくる。そういうこと？あ、本当だ。ベビーパウダーなんかと一緒だね。ベビー、何？ベビータッピー？何？ベビータッピー。ちょっと箱の部屋が汚いっていうのを使っていただいて。え、これ汚いのかな。汚いんですか？俺の部屋よりは。俺の部屋なんもないっていうのはある。今度行こう。めちゃめちゃミニマリストだから。それがいいよ。パソコンとか必要最低限のものしかない。そっちの方が部屋片付いていいじゃん。まあね。箱もだんだん減らしてこ。引っ越ししてみたいし。なんか罰ゲームじゃん。それ離れるんだね。この動画は手を見る動画だからな。そうなんだ。箱屋の動画は手を見る動画なだけで別に料理見なくてもいいんだよな。お箱屋の動画逆に俺手あんま見ねえ。本当に？だってそっちは料理から入ってるじゃん。そうか。手で性別判断された結果男になったからね。まあ、お箱屋男やしな。そういうとこあるもんな。まあ、そういうとこある。俺さ、うん、すごいカミングアウトしていい？うん、潔癖なんで。あの、いや、ていうか潔癖っていうか、うん、あの油もが触れなくて、そう、油も本当に苦手。まあ、お箱が洗うよ。お箱んちやし。お箱んちやし、お箱やし。潔癖やったらお箱んち一番向いてないじゃん。いや、まああの、あれなの。その、本当にこれだけダメっていうやつ、うん、それが、あの唯一ダメなのが、うん、油物だろ。お、いいんちゃう？えんちゃう？えんちゃう？えんちゃう？お、えんちゃう？お、えんちゃう？うまそうやで。先ほどでね、一緒にいて24時間超えましたよ。お、マジっすか？うん、やったね。やったね。うまげがね、美味しそう。お、いいんちゃう？お、いいんちゃう？お、いいんちゃう？いいんちゃうなので。おっと、ニンニク入れました？はい、入れましたね。生姜ください。画面に映してもらっていいですか？はい、というか、あ、もう一回やっていい？
はい、というわけで万能つゆ味道楽さんに幸福レシピを送った結果これがもらえたので使っていきたいと思うよ。せいせい、結構いいねこれでしょ。うん、からのブラックペッパー、あ、さ、ちょっと欲しくない。うん、これよく使うよ。砂糖もほとんどない疑惑してるよ。ない疑惑ってかもうほとんどないんだよ。絞り出して、いい感じ。うん、うん、いい感じ。ネギとかあるじゃん。うん、ああいうの置いてバラバラってかけてもよくない？美味しいね。完了。題してカツオのたたきステーキ丼です。叩いてね。叩いて。いただきます。いただきます。食べろ食べろ。食べるところを映すんじゃないよ。うまし？まあ、うまナイス。最強やわやっぱ。マジうま。あー、まあ、これやりたかっただけ。あー、動画ね。うん、ステーキ丼フル昆布で丼。よいしょ。うまいんですよこのタレが。テリテリ、これだけでご飯がいけちゃうから。